コンコースブリュッセルエアポートザベンテム駅はベルギーブラバント州ザベンテムのブリュッセル国際空港地下にあるベルギー国鉄36号 C 支線の駅。国内外80以上の駅に直通列車によるアクセスが可能。1943年時点ですでに同地のメルスブローク空軍基地に接続する路線と駅がナチスドイツによって開設されていた。 戦後1958年のブリュッセル・バンコク博覧会に合わせてターミナルビル移転とともにブリュッセルナショナル空港駅として開業。1994年に空港新ターミナルビル移転開業とベルギー国鉄25号線の空港支線建設事業を機に1998年に現在地に移転した。2012年には 旅客増加に応じた駅の拡張が行われている。2014年12月より、ベネルクストレインがロッテルダム、スキポール空港、アムステルダムへの直通を開始。鉄道、道路併用のシューマン・ジョザファ・トンレルが2016年4月4日に開通し、欧州連合本部、シューマン駅、リュクサンブール駅を直通する新たなルートが完成した。これにより、空港駅から、 EU 本部へはわずか15分でアクセスできることになった。トンネルは本来2015年12月12日に開業予定だったが、アイセルによる大テロ警戒レベル引き上げに伴いブリュッセルの地下鉄閉鎖が翌年4月まで続けられたことで延期された。また、その期間中の3月22日にブリュッセル連続テロ事件が発生したことで、駅施設には 被害がなかったものの閉鎖され、付近のザベンテム駅との間で、シャトルバスが運行された。1ヶ月後の再開時は、ブリュッセルエアポートザベンテムへ改名した上で、旧駅出入口からの利用となっていたが、6月8日に、通常営業を再開した。地下2階に3面5線のホーム、地下1階に改札口とコンコースがある。ありがとうございます。